とりあえずね、えー、今日4月5日金曜日、えー、あと2分ぐらいでね、まあ11になるんで、加藤からね、まぁ、あ、選挙発表出るかなというところでございますが、まあ先週ね、運よくね、俺、病院行に、えー、出なかったんで、助かったんですけど、どうなんだこれ。あれ木原85ってこんなディフェクトあったっけこれどこだろう多分これ、富山駅かななんかわかんないけど、公開っぽい感じ。 ええ、相変わらずかっこいいですね、加藤のジオラマ。ま、いいや。とりあえずね、え加藤から、ま、昨日の深夜に、追加でのホームページ確認したら、え何個かね、データがなくなってる子たちが出ましたと。で、あと1分ですね。ま、ツイッターにはね、もう書いてあるんで、もう、ま、多分、土星皆さんも把握してる人いると思うんですけど、ま、まず横須賀線ですね。横須賀線が加藤からね、ま、何年かぶりに発売になるみたいです。ま、データが消えてるだけならね、一応こんな感じ。ま、E21 なんて言うとね、ま、須賀線どころか東海道線も、ま、両方とも出てこないんで、ま、何かあるかなと。で、一応ね、先月、ま、加藤から光出ましたんで 今月ね、何が出るかなというところでございますと、こちらですね。東急で検索しますと、港村線がね、消えましたよと。サウンドカード調べた方がいいですかね。サウンドカードでやると、ここね、系列で港村線が出てくるはずなんですけど、出るかな、ギリギリ。ちょっと待っくださいね。えっと、Y どこだっけ ?Y500。でやるとね、港村線が普通だったら出てくるんですけど、そのね、港村線も消えたんで、おそらくね、今回港村線も焼きのしになるでしょうというところで、ちょうどね、11時になりましたんで、さあ、行ってみましょうか。 本当にスカセうわーダブルだやべえうーわーやばいまさかのスカセン島からですね、ダブルで出てきたふざけんなうわーうーわーどうしましょうかね。そうとりあえずまず港のレーサーですね。港、え、のー、レーサん8ロセット。えー、品番は1997ってことなんで。 これはおそらくあれですね。光縁と連番っすね。ちょっと待ちくださいね。多分ね、光縁がね、10の1997、えー、だったんですよ。えー、加藤10の1997。あ、そうですね。光縁と連番っすね。えー、港り線 Y500 系アンテナ増備後えー、スロットレスモーター採用でフルカリティ化された1 9 0を再現。で、従来製品とはクラーラーの検定コントロール Y513 編成を再現化。えー、前回製品化されたのって誰だっけちょっと待ちくださいね。あー、最悪ー。 ああ、どうしましょう、こうしましょう。えー、とりあえず申し訳ないさいね。えっ、ー、と、加藤から Y500 出たのが、えー、製品番号10の1459っすね。当時発売されたのが、おそらく Y の514。で、えっ、ー、と、514ってどこ製まあ、わかんないけど、まあ、多分クーラーが違うんですよね。三菱だか日立だか。で、今回は、まあ、奇数編成か。 うわー、どうしようかな。俺多分これあれなんですよね。当時、グリーンマック、マイクレスのこれ、あの、加藤ねですか ?2 本買って。で、1本はね、多分当時ね、俺ね、GM かなんかのクーラー無理やり盆付けしたんですよ。穴無理やりこじ開けて。うわー、加藤のクーラーに乗せ替えてえな。もうおそらくアッシーパーソンも出ると思うんだけどたっか !8 両で2万8000円かよ。どうしようかな。アッシーパー、1セットだけ9月だろうな。9月あれなんだよな。最悪被ったんだけど。9月一応ね、えっ、ー、と、光でドンかぶりっすね。え、これ加藤バカでしょ。 え9月って光で鈍化ぶりなんだけど、バカでしょあ、ごめんなさい。9月光栄じゃねえや。えっ、ー、と、あた、グリーマックスの投球だ。うわあグリーマックスの投球かで。1セットだけ買って、あとね、2セット。待って、513だろちょっと待ちくださいね。えっ、ー、とね、Y513 ね、俺ね、あの、マイクロ S の、あ、グリーマックスの改造で作っちゃってんだよな。どうしようかな。だグリーマックスの方をラッピングに回して、でもね、とりあえずあれなんだよな。戦闘車両だけ足パー使って、ちょっとどうにかしたいですね。まあ、そらいいや。問題お前らなんだよ。 スカセン出んなよいや出てもいいよスカセンもいいよお前出んなよバーカうわー腐ってんだろうまあとりあえず横須賀線が案の定とたら高えな15両買っていくらえ5万超えたの ?36?3652 あそうですね約5万5000すね高っ <laughs> 一応今回 Y35 と Y130 先生いか ?LINE からの式調あ LINE からの式典見直しなんだ出そうなんですよ前回潰された新塗装のスカセンってあの色調が結構ね何てうのかな青が水色っぽいんですよね結構あの,不調,あの,うの不調っていうかすげえ不評のあるんですけどでスロットルのもとは搭載プラス即股が3も化された中期車の携帯を再現で4段バーで消されたグリーン車の代車も再現しますようわーだからね確かにねボニーだけ買い替えること考えたらまるまるセット買い替えちゃった方が安いんだよな で問題なのが8月かぶったんですよね。えー、こちら。えー、なんと東海道線のあれも出ますと。えー、東海線活躍した e 2 1 9を15列いかえー、スロットレスモーター搭載プラス、えー、付属のね、まあこれですね。懐かしい東海道線120周年記念のヘッドマークも収録しますよと。いやでもね、加藤の東海道線はね、株なんだよな。これフレームついてるんですよ。何年前だっけ ?8 両基本でいまだに3万くだらないんですよね。だからまだ15両で4万4000円ぐらいで買えるんだったら。 スカセンは買わないとしても、東海道線は買ってい,ていいと思う。ぶっちゃけね。いや、これ東海道線欲しいな。で、あと、ちびロことなんか車があるけども、車どうでもいいや。その辺はなんか任せるわ。で、ビッグクリしたのが、これだ、スーパー黒衆だ。うわ、懐かしい。ちなみに、あるっすね。えー、デゴイチも今回出るんだ。一応こちら、デゴイチ、えーえー、北海道型。えー、これおそらくスロッタルさんも高されたんじゃなく、再生産ですかね。8月の北海道型。えー、9月に、えー、キースルーエジェクター渡ってやつ。 詳しくわかんないけどであと関3000が10両セットと、えー、2両セット、まあ、それぞれ再生産で43500の北海道型が今回新規で作成とえー、北海道型これなんですかねえかかさげされた何個、えー、ごめんなさいちょっと待って角ですとか。 うわーうわーなんか胃にどでかいな、俺、ちなみに今、11町にね、12市町から出血新聞行ってるんで、胃に穴開けたくねいんだよな。<laughs> えかさげされた煙突を再現し、えー、石油装備の石油装備の,石油装備のない石炭装備時代を再現と。へ、えー、そんな時代があるんだ。え総、ー、重量2400トンの運搬列車。ふん 実車では、えー、50から60両程度の貨車を検出走行することが見られました N ゲージで再現すると全長は 3m ーーになります 3m ーーってバカじゃね <laughs> 普通の5両の加藤の車両が大体1200ミリなんですよまあ 3m って直線で 3m ーーのレイアウトってなかなかねえだろう昔八王子にあったさレイアウト用ですらできるんないですかねまあ今もう閉店しちゃったのあるんですけどちなみにこんな感じで重量セットの席と2両編成の、まあ、席と。 へそして、あと注目はこちらですかね。まさかの加藤からは、えー、初のラインナップ、スーパークロショウ塗装。まあ、懐かしいですよね。このホワイトを基調とした。デビュー当時のスーパークロショウ、えー、こちらが出ますよと。多分そうだよね。デビュー当時だよな。あ、そうですね。1990年代。えー、パトナムグリーン車の連結で、既成本線特許のイメージにしたスーパークロショが登場、えー。白地のオレンジと赤の部屋を取った90年代の塗装再現。えー、曲線で、えー、まあですね、フリック装置対応プラス、まスロトのスターとおサイと。 そうですね、スーパー黒潮自体はね、トミックスからも多分初期に発売されて以来、焼き直しされてんのかなまぁ、やももね、全然音立たないしって感じなんで、あれなんですけど、確かね、黒潮の水色、まあ、加藤が出してね、この黒潮の水色だったら、多分1回か2回、あ、2回か。1回の初期製品プラス2回目のロットって感じで出てるんで、俺、旧製品持ってるんですけど、そうですね、スーパー黒潮、まあまあ、悪くはないですけど、まあでも、ヤクモじゃなくね、今、時期的にはどっちがいいんだ一応、今だと、なんだっけ、鳥取方面 の、役物の方が多分時代的には悪くないんですけど、まさかのね、黒潮で出ましたってことなんで、まあそこはちょっとね、うん、面白いかなと思いますけど、まあいかんせんどうなるかは3つですかね。じゃ、とりあえずまあその黒潮から行きましょうかん。んあれオーシャーロー再生産なのなんかオーシャーローまで一緒に出てるけど。いや、特段オーシャーローは特こにねえよな。単純にな,なんか関連製品で持ってきたパターンか、これ。あ,あ、そうですね。好評発売じゃないんで、ただ関連製品で持ってきたパターンですね。じゃあまぁごめんなさい。え,ごめんえっと、黒潮で行きましょうか。まあスーパー黒潮。 スーパークロッシュ平成初期、規制温泉をかけたスーパークロッシュを平成元年に38しかずして登場。サラフ38を先頭車改造加し、大きな前窓を大高された、そこへもされたスパナグリシャをはじめ、内装のアコモディションを改善。外観も白地中とオレンジを愛したデザインするなど、各所がまあ当たらない。国鉄力の、まああれからイメージシーと。で、登場時はクレンジでしたが、増欠能力がかり、最適量遠征で関西圏と。南極を結ぶ特急列車で活躍と。なるほど。で、今回はまあ六両基本プラスまあ三両増欠でって感じですかね。 なるほど。で、面白いのは、まあ、スーパークロショウの、まあ、青い塗装と、まあ、原色とかと国鉄色も、まあ、ぶっこんで、根血してもいいですよって感じか。で、一応、6両編成が D651、3流図を結が D931 編成で、まあ、それぞれ繊維化。で、各種に側面差を受け上がり、1000メまで閉鎖さ,された外観。で、黒380が、4列シートの内装新作成。で、また、普通車シートピッチ拡大前の内装再現と。で、えー、まあ、全面表示、スーパークロショの相性が取り付け済み。で、交換用にクロシオとハンワライナー。 うんうん、だからまあハン割れないなとか黒潮欲しい人はねまあ、だあるから従来のそのスーパー黒潮、まあ、水色のやつ持ってるよって人には、まあ、こっちのね足パーツ買えば、まあ、取り付けれるんでどこ置いたっけ俺でもね数多くから確かねこれが発売された時にね戦闘車一台だけ足ーパーツ買ったんですよねどっか行っちゃったんですけどまあいいや <laughs> で一応黒308のスカートスノープロなしの携帯でえークハ381の501番えー6号車ですね基本セット6号車こちら戦闘トオープンのプラ電練付きのあミカプラで、えー、スカートスノープロシーのスカート再現 で、えー、連結カプラスカート交換用部品としても付属しますよと。で、クハ3 8八1 0 0のセントブカプラー、電源なしのダミーカプラーは、こちらは9号車ですね、造形セット。で、スノープロだけ続けられたスカートをこちら再現と。で、モハえ、ムハ3 8の5 0 1え、まあですね、7号車に入る車両。まあ、6号車のえー、連結面が、まあ、いつもとく貫通のうさぎを別パーツで再現しますよと。まあ、これだと前回のスーパークロッシュは同様ですね。で、愛情表示版トリンマーク採用で、スーパークロッシュをクロッシュをハンマライナー白文字が選択可能。 で、八381、ホイッスル付きの携帯で、えー、モハ381のパンタご飯、日本本、大切カバー付きのパンタ大学。で、中古連結び、いつもとくフックなし、えー、で、スロット、ごめんなさい、フリコ装置さ、えー、搭載プラス、まあ、スロットのサイト。で、行き先消費量と、え、あとね、基本セットの中に、まあ、増血三量。ぶっこんで、まあ、給料一発化できますよと。なんで、おそらく、3、えー、流セットのはが、おそらく間箱っていう感じになるんですかね。で、付属にいたしましては、こんな感じと。まあ、そうですね、悪くはないのかなっていう感じはしますね。まあ、スーパークロショー。 まあそうですね。お値段が給料でええー、まあ三万四千二百円あ,、まあごめんなさいええー、三万四千二百円かまあそんぐらいとまあ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 給料で三万五千円弱まあまあ悪くはないですね。そうですね十五両で五万見た後だと給料三万五千円まだ安いですね。で再生産の出荷量北海道だええー、密閉式キャブと切り詰めでフレクター十感社のええマッキーマンの客でしたまあ北海道の体感仕様の出荷とええー、ほ 北海道型では、えーまあ、極寒地上とも呼べる独特の装備が特徴。さらに燃焼効率改善のために装備された、えー、ギースレジェクターと呼ばれる装置を搭載。えー、扁平的な逆大型の煙突が特徴的。えー、どれがギースレ式だ、まあ、これが北海道型か。で、こっちがおそらく、まあわからんけど。あー、でもそうですね。なんか本当に確かに。なんかあの、うん。結構確かに煙突で見ると、こっちの北海道型の方が丸型煙突なんですけど、こっちのやつは、多分これ、足場さん7 1 1か。 多分ギースル式711だと思うんだけどあ,あそうですねギースル式ですね711確かに四角っぽいこうなんかいかつえんとしますねへ<ー>で石炭消費のも10%低減かですでに蒸気機関周辺機関の解たも36年解散の解散で北海道の大学間かんぐらい集中的に配置とほう,ほうあこのようになりまねギースルエジェクター式ってで今回は北海道がと呼ばれる極寒市の出1と、えー、蒸気機関社配置直前の1975年5月設計計1000円かと で、ギースル式え、こちらの箇所も、そうでせん、ね、煙突も再現と。で、密閉式部と選択したテンダーの、えー、まあ、前座まで形状、えー、運転席の旋回モデルも、助手席の一号も、指示は再現と。で、傷められたデフレクターと全面で規定するボイラージューブ手すり再現し、標準型コンダル、全部標識とテンダーライト位置も再現と。うーんで、車体色は重厚感ある艶消し黒クロを作業と。で、ハンドレール黒色、え千0 0人中にスポーカー抜けているやつで、えー、フライフィスケのドグネットと。で、スノープロ標準装備、まあ、あれですかね、ダミーカプラ外しからの取り外し可能と。 で、一応1 0年みたい単した、スノープレスキン1年カプラと10年ナックルカプラ。あとはなんかあるかな、アメリカ式のなんかナックルカプラも、まあなんかちょっと切り詰めれば使えますよってなんか公式ツイッターが出しましたね。で、ヘッドライト、えー、点灯副服同様にテンダー、テライトは点灯しませんよと。で、ナンバーブレット、北海道型が320、97、460、710. で、技術式が241、325、711、953とで、一応最終戦が、まあ、R249 でって感じか。そうですね、まあだから、カトーの SL なんかは結構ね、一度発売したけっどるで、最終算とか珍しいんで、 まあ、デゴイチファンの方からしたらいいんじゃないですかね。まあ、俺はちょっと正直知らない時代の北海道、まあ、北海道してはあんまりね、関係ないんで、あれですけど、うーん、そうですね。まあまあ、まあ、おすすめにはいかがですかねって感じですかね。で、関三膳型。まあ、関西関西仕様で、えー、今回、夕張線や室温線の頂大で見つけた関三膳が再登場と。えー、側壁の開閉ハンドルは、つまめの遺跡後の携帯と。で、手ブレーキハンドルともに別パーツで付属。うんー。 で、制限速度は65秒以上スキー呼ぶめに動画禁止の文字もいたずみと。で、車体色はックや SL カメしれないは重厚感の通訳シク用と。で、詰の石炭の原車パーツは取り外す時、えー、まあ、赤斜、えー、空車状態もお好みでと。で、アンダーカプラヒルの装備で、重量セットの中に、まあ、2両、えー、収納できますよと。で、加藤を曰く、まあ、50両以上でって感じなんで、まあ12両セット、まあまあ、<laughs> 12両セット5箱買って50両。まあ、重量セット5箱買ったとしても、俺の段1万2千ぐらい。1万5000円か。まあ、7万ぐらいか。 そうですねまあ7万78,000円やるもさいるんすかね <laughs> 俺はやらん <laughs> で43500、えー、と、まあ、今回一応ね初の選挙は43500えー、一応こちら北海道や四国では貨物列車のかが低いため引き続き要3 5 0 0としての活躍とで北海道の要3 5 0 0には掲げされた屋根状の煙突が見られましたと確かにまあここなんか屋根のところ1段段差がボコってなってるんですよねうん で、製品は石炭ストーブ時代の識別装備なし、えー、木製窓枠の黒色と。ああ、確かにここ。ここ見るとなんか確かにあのウッド感が強いですね。一番右の窓。まあ、一両でまあ一応ライトはね、ハイカラで光りますよと。一応、昭和五十年、さっきの1920年と見られた姿と。えー、そうですね、石炭ストーブ搭載しようの車掌車4500。で、屋根中のカ原サルタイに再現し、石油ストーブ、識別なく、木製窓枠、黒色のが一貫。で、車体色は、もうこちらも、ね、艶石黒の重工加熱と。 で、手ブレーキ装備側を示す白ステップの塗装再現し、両側とも照られた点灯で、室内灯が、まよね一応組み込めますよと。で、一応付属に関してはダミーカプラと室内灯拡散ンが入ってますんで、って感じですかね。うん、まあ面白いんじゃないですかね。まあ悪くはないけど、まあそうですね、ポスター1枚丸々北海道型。いや、まあ今回の北海道型がこれ、8月9月とバラバラなんですよね。まあ機関車だから8月9月に分かれてるんで、悪くはないですけど。 まあそうですね。だからまあ大人で SL ファンからしたらまあ多分喉から手が出るぐらい欲しいセットになると思うんですけどまあ初戦再生産んですよね。ただ問題はこっちなんですよね。というわけでみなつみらい戦。えーみなつみらい戦、一応旧製品のデータはもう消されたか。そうですね、消されましたね。一応みなつみらい戦、えまあほいほいほいと。で、今回はえ三菱セクラを搭載した Y500 戦線か、先頭車に増成されたデジタルセンターのと中間車 Y560 のアイランタが撤去された現在のゲーを再現と。 Y563 となると、え、4号車ですかねだからおそらく4号車の足パスの、まあ、買い直せば、あの、なんつうの、えっと、旧製品、まあ、アップグレードできますよと。まあ、ただ、車番変更しちゃいけないんでね。まあ、ご注意くださいよと。ただ、俺、どうやって Y563 の車番変えたっけ多分あれですかね俺、旧製品のグリーンマックス、えっと、3箱持ってるんで、そっから無理やり車番変えましたかね一応こんな感じ。一応ね、港目線、Y511、12、14、15、13とね、まあ、5本全部揃ってますんで。 まあ、そうですね。セットとして買い換えることはもったいないかなと思いますけど。で、一応これですね。えー、三菱セクラ、CU700 がチョ型と搭載する Y513 品数性制限えー、戦闘車に位置に造されたデジタルセンターのとアイアンターが撤去された中間車 Y560 の帯を再現。えー、複数申請などを聞ける装備者は先頭車は戦闘車が指きと、えー、スカートのでまで再現しますよスカートの携帯はどうなのかな旧製品。ちょっと後で確認しましょうか。ちょっと荷物があって取れないんで。ちょっとそうちょっと近いうちに、ね、ちょっと確認してい,いかなと思います。 で、メタリックプーの戦闘とえ、シャダンボのブルーと、エイロングラッシオの MG で、ミラトメル戦のアシンボルマクリアし再現けで、屋根上側面のブルーの一番濃い箇所と同じ色調で再現。戦闘車屋根先端からクラウまで日本より比較的幅広い色の黄い色々再現と。で、全面ガラスにけかれた8連線シメソー8か印刷サみで、上面施の識別表示は赤い色、えー、ヘッドライトレートあるとで、それとの作用プラス、えー、マルトね。で、今回ミラトメル戦、まあ今までね、ミラトメル戦って、まあ、なんうのかな。まあ分割 種別は分割だったんですけどね、まあ、最近のシェフルカラーに変更されたんですけど、まあ、今回は、ね、そのフルカラーで、まあ、出してくれますよって感じなんでこれ結構ありがたいですよね一応全面表示 05K 休校求め中和がフルカラー D で,いいで、えー、公開換として 21K 確定シェルは 11K 確定シェルは惑行しで無地かけるにを付属しますで、えー、その他側面種別表示匹斎口は黒字表現でまた、あ、ね匹表示ジールあ付属しますんでだからそうですねまあ旧製品持ってるよって人はシールだけ買い替えてもいいのかなと思いますよねただ今回ちょっと顔面がね光へ同様、まあ、顔面がちょっとリニューアルされますよって記載はちょっとないんで そうです、ね一応こうっねまあ、より実感的な寸法の全面カバーにアップデートっていうね、光の方が記載があるんですけど、今回それの記載がないんだよな。まあ、あとはだから、アシーパーツがね、ちょっと出てみないと、まあ、光はね、一応これ、時品だったんで、えっ、ー、と、俺、まあ、セットごと、まあ、もともと肩の光持ってなかったんで、セットごと役者なんですけど、まあ、水滑り線で肩のやつ0線に持ってますんで,で特に、特に今回これ、あの時品って扱いないんで、おそらくね、アシーパーツ出ると思うんですよ。あの、戦闘車とかシールとかも。 なので、まあ一応、アッシューパーズのデータ出るのがおそらく今日の深夜だと思うんで、まあ明日の午前中ぐらいに、まあ、気づいて動画撮って、で、一応ね、今直近で加藤の引き取りなくな、あの、自由の引き取り、あの、今の引き取りなくなっちゃったんですよね。あの、トミックスの機関車がバカみたいにまた遅れやがったんで、まあだから予約しに行くついでになんかちょこっとだけパーツ買いに行くかしながら、そうっすね、引き取り、まあ引き取りは多分ね、4月の下旬しかないし、あと加藤、あ、そっか、加藤がね、あの、一応、なんだっけ、えっと、宮古ち宮古落のアッシューパーツの引き取りあるんですけど、 えー、都落ちの発売日が4月25日って決定しましたんで、そうですね、アシーパーツの発売、いつだ ?4 月25日だとまあ、ゴールデンウィーク前に発売してくれるんで助かるんですけど、えー、木曜日ですね。なので、アシーパーツの発売が4月27日なんで、何週間後えー、25日だと約3週間後っすね。なので、さすがに3週間,間の間に予約はしたいんで、そうですね、1回なんかちっちゃいパーツ買いに行くついでに、そうですね、予約しには行こうかなと思うんですけど、うん、どうしましょうかね。 まあ、とりあえずだから、戦闘車両4台のアッシパーツがいくらになるかいくらだろうなま、戦闘車両1、2、3、4。まあ、1個2500円だしても1万円ぐらい。で、一応1割引きくんで9000円。で、あと、は中間車のアッシパーツ2台買い直して、まあ、中間車はたい安いんでね。まだいいんですけど。で、あと、クーラーとか、ちょこっと買いたいなとも思うんで。うん、そうですね。で、あと、シールとかもちょっと2、3個。そうですね。予備で買って、全面パーツも一応旧製品にアップグレードしたいんで。ちなみに、旧製品は俺何にしてるっけ 一応旧製品の、えー、と加藤の港未来らい線は、えー、両方ともですね、えー、01k で確定求め中華街えっ、ー、と 13k の急行求め中華街なんでうんそうですねまあだから両方とも確定求め中華街と基本的に違中華街んでまあ行き先まあ最下全面へし折っちまえばどうにかなるかまあ非常にシールもつくんでまあ一応無地のシールにまた、あ、あドッキングできると思うんでうんそうですねまあどうにか考えたいっすね うん、そんな感じですかね。まあ、だから、どうだろうな。セット買うことはない。お前発売だ、発売いつだ発売いつ ?8 月、いや、9月か。9月かぶったんだよね。だからね、どうなんだろうね。まあ、昔はね、結構、加藤の港村線っ発売されたチョコっていうのは結構、瞬殺したんですよ。あ、瞬殺しなかったのか。でも、ここ数年になって、多分当時の定価が2万5千円くらいなのかな。それぐらいの値段で取引されるようになったんで、でも、前回の発売価格よりそんなに、ね、あの、ベラボに値上がった感も多分ないんで、大丈夫だと思うんですけど。 そうですねちょっともしかしたらねえー、っと品番が101459だっけ101459あそうです,ですね当時の定価値段出てくるかなまあ発売から結構ねかれこれもう8年ぐらい経ってるはずなんで8年かな6年ぐらい経ってるんですよねちなみにアマゾンだとねなんかバカみたいな値段ですねなんかわかんないけど8万8万約5万 <laughs> イカルポンチみたいな値段ついてんじゃん なんか15周年イネタ好きだってへえ知らんそうですねとりあえず当時の加藤のポスターが出てくれたらいいんだけど出ねえんだよなそうっすね出そうにないっすね うーんでも多分ね6年7年ぐらい前だと思うんだけどのあった、えー、当時のポスターですね2018年の12月だでごめんなさい発売2019年1月なんで、えー、ごめんなさい5年前ですね5年前の当時の、えー、値段でお値段が、えー、8ルセットで2万2000プラスですねだから2万 2, 2万いくら2万22万4200円か,か3000円ぐらい値上がったのかなちなみに当時一緒にリラックマのゴイルリゴも1000カップされてますね よく俺買買ったな山手線いましたね当時まあそうですね悪くないってません、ね、で、えー、スカセントさあ問題のスカセンスねまあ一応この辺の証明に関してはいかれやくと面倒くさいんでいかれやくとで今回、えー、基本編成 Y35 造け編成 Y131 年生変化で既存全品とは製造年次で異なるそこまでもピラファーフ配置と再現し車体色の帯色まあ実写に近いようにまあ表現しますよと。 で、戦闘車交代部の塗装と車体の線路といったことない素材のまあ、あるかね。だから、あの、まあ、なんか、いろいろ違うやつ。まあ、再現しますよ、と。で、戦闘車の強化使い方変化し、ク車イスマーク、ビーガンマーク再現、グリーン車の油断波撤去、中間部、フックあり、戦闘車、あ、服なしですね、一部。で、スロットレスモーター再プラス、豊富を用意と。今回あるっすね。横須賀まあ、確かに、カットの旧製品、色調が違うせいか、あれなんですけど。まあ、でも今回、8両基本プラス、3両増結4両増結えごめんなさい、4両付属か。おそらく8両基本セット とは従来の多分やつと同じ遊びかな従来は確か4機4存だったんですよね。ベストセレクションに設定されている場所。だからその4機4存の中に4両ぶち込んであ、4機か。4機ぶち込んで、で4両付属の中に3両ぶち込んでよって感じだったんで、多分おそらくね、今回もそういう形態かなとは思うんですけど。そうっすね。まあ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 悪くはないんですけどね。ただそうなんだよな。加藤のスカセン欲しいと思うんだけどさ。 トミックスと値段変わんないっていうのがなんか尺に触るんだよな。てかトミックスやつまず在庫あんのかな世の中に。イモンとかにあるんだったらさ、サイイモンの来年のさ、年明けセールかなんかでさ、破格で売られたらさ、そっちにやるってもいいんだよね。多分ね、加藤のスカセンこの値段だと、瞬殺はないと思うんですよ。まあ、したらごめんなさいするけど。いや、だったら港未来線瞬殺するでしょ。いや、むしろ東海道線でしょ。スカセンはねえよ。多分。ちなみに、いい21なの調べると、 えー、トミックス製全店舗に在庫ありますね少なく見積もってもちなみにお値段が、えー、いくらだこれちょっと待ちくださいねえっ、ー、と7両基本あごめんなさい両基本に4増買って11両でしょ、えー、2164828800出して一応基本セットで3448円そこに、えー、付属4両ぶっ込んで14960円まあ15両買って45408円今回の加藤が えー、18040の、えー、7700の、えー、28820で、まあ2割引きで買ったとして、俺なんか4万3 6 0 0円じゃなんで、えー、トミックスとの差額、えー、1800円ですね。トミックスとの差額1800円だったら、俺はトミックスでもいいと思うんですけど、どうなんでしょうね。まあ多分またトミックスのこれもなんか、 ななんだろうなんかサハがちげえだなんだかんだって下がれたんでしょ <laughs> てか早えな今もうあれじゃん加藤のと会でぶっ込んでんじゃん予約受付所っつって早えなあ <laughs> 早えなあホップに終だあれだ出たて30分だぞうんそうっすねまあどうしましょうかね多分ね旧製品はね暴落すると思うんですよねあの敷地を腐ったりこ,こんこんちげうーんどうしましょうかね いやでもスカセが多分いいと思うんだよな。ぶっちゃけだったらトミックスが売れるはずなんですよね。うん、多分売れると思う。だから、いっそのこと言うんだったら、まあ、今回、でもあるか、今回のしかトミックスにっつってあれ4時社でしょ確か4だったと思うんですよ。あれ違ったっけな確か4次社で出てるはずなんで。 あ8時者が全然違ったわ8位者がプロトタイプでまあどうこうなってますよとそうですでも確かねなんかこのトミックスのねいい2位置なんもねなんか不評だったんだよな何かが分かされたんだけどなんだっけちょっと待ってくださいねまあでもおそらく今ツイッター割れだろう加藤から東海道線出るぞって大騒ぎだろうえー あそうですね、側面膜サイズがおかしいトミックスが合うか造形が合わらないけど帯色改善された高価なかどうかが何とも言えない選択だってんちなみに加藤えトミックスの場合えー、最近発売した8車 NG 特徴的な全面扉が再現されてないからよって全面帯改善 M13 モーターの4自車2ジロット、えー、98720が試行だってうんーなるほど うんなるほどね。なんかやっぱりどことなく違和感を感じるって人いらっしゃいますねあのトミックスのスカセン。 うーんでもまあそれなりに買ってる人はいらっしゃいますねまあでもやっぱり今回編がやっぱり実写の方が一番近いよとまあ加藤の明らかに変な色は置いといてと <laughs> それは置いときてよなそうっすね でち2013年ロットの帯が異様に高く見えた問題に関しては、えー、その後のロットで多少改善とじゃあトミックスでもいいのかまあ加の場合はそうですねまあ色調がどこまで再現されるかあれらほんとはイカれてるからな帯色なんかクリームが相まってすげえブスに見えるんですよね青色っていうのがなんか水色っぽい感じそうねだからまあ正直一旦スカ透はするわかなまあ特にこれ8月8月でしょ8月発売か じゃあ金貯めとくか。ってわけで、一番の爆弾倒壊としていきましょうか。これどっち ?52、53どっち ?52 だったら欲しいんだけど。ああ !53 で出ちゃったんだオーメイガーってことは、トミックスの時のシャバン変更しなきゃいけなくなった臭く,くねちょっと待ってくださいね。えー、っと、横骨ってどこに入れたっけこれ。横骨。あった。 えっと、トミックスから発売された E217 系、えー、当時の品番で92866から92868、F03 と F53。三わー、トミックスと車番かぶっちゃったどうしましょうかね。一応、東海道線ですね。これなんだっけ何が原因で転属したんだっけ ?3 本。覚えてねえな。いや、覚えてねえ俺。<laughs> 一応そうですね。えー、まあ E217 系、もともと横須賀線の車列車が、えー、東海道線の、あ、110回から目的だったんだ。え二、ー、2006年3編成が転用。 で、当時あれだっけ確かなんか、当時の15車かなんかの、あ、15社だっけ違うわ。あ、15車か。15車かなんかの左派が14号車で確か転属したはずなんですよね。そうですね。で、一応これか1 1で運から10から6の区分から、あれ、連結系の改造も残し方で運用開始と で、その後、えー、平成20年か20年かけて行った気候者に行って、えー、平成27年まで運転。以個は元に起須賀かんのかせ復帰。で、製品は15年生で行われますと。で、今回、気候新米に関しては、現スカートの携帯ででし、えー、横浜高速開業の100年マークと、まあ、新橋神戸間全通100年でマークも行き先中心付属と。うん多分あのヘッドマークっすね。確かに、ね、当時ね、えー、っとね、なんだっけな。シール屋さん。 なんだっけあの、群馬の方にあるシール、ペンギンモデルかなペンギンモデルかなんかのシール買って、俺当時つけたんだよな、これ。やべえな、モロプロトタイプかぶったな。で、一応今回、コースシェルセンターの F03、F53、エッセイセイか。で、気更新マニューカーシャプラス、原形スカットの携帯で、えー、実写のイメージを新車。まあ、あ湘南色もビロ再現と。ただまあ、あ床下更新されたのか、こいつ。平成27年。そんな長かったっけ ?2015 年ってことは俺16か。十18か。 そんな長かったっけ <laughs> 覚えてねえやんうーんちなみに東海道線の120周年記念はこれいつだえーほい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 ホえーっとスマホが相変わらず使えない使えないったら使えないえー、東海道線120周年えー、2009年ですね約。 そうっすね、えー、東海道線120周年のこれは2009年か7月1日東海道線全然1 0周年多分そうだよな分からんうんでちなみに確か当時ね横須賀線もね120周年かなんかであったんですよね記念ヘッドマーク 確か横須賀戦も当時あったよな、120周年。多分時期被ったはずなんですけど。あ,あ、そうっすね。横須賀戦も当時やってますね。やっぱり120周年記念。横須賀戦もそうっすね。同じ2009年で。こっちあるか ?6 月16日か。うん。2009年だと、俺がちょうど小六の時か。なるほどね。まあ、2009年だと、まあ、更新はギリギリの時か。 うーんちょっとましかさいねただあのサイト消えちゃったからさいつ更新されたかって分かんなくなったんだよなえー、っとうーんそうっすねとりあえずいまいち分かんねえなまあ当時あれなんですよね更新者がだからあれか あの工事始まって帯色変わって、加藤の帯色が不評だったんですよ。それは覚えてんだよ。ただ、いつ頃から工事されたかの記憶はないな、これ。一応、2007年度より制御装置の工事か。あと、v、3VF が従来の GTO から IGBT 素子の、まあ、SC8 型に、SC88 型に交換と。 一応、そうですね。鎌倉シェルセンターに発する予備演戦をすることから、え東海道線10たす5、1本を構図シェルセンターに配置し、捻出された、まあ、当時いた F02、F52 が危機更新工事をした上で鎌倉シェルセンターに再配置。その後、F01、51のトップナンバーもえ、再配置される際に危機更新を行われたが、F03、えー、53、東海道線シェのほうえーきえー、ごめんなさい、危機更新と。で、え付属編成に関しては2012年をもって、1月25日を、更新した F53、まあ、この東海道線を追って完了。 で基本編成に関しては Y21 を持って完了か。うーんなるほどね。F03 か。だからどっちがいいかなんですよね。更新工事をしたタイミングか、まあ、でもあるか。どっちにしろ、えー、ま更新工事された時にはとっくにあれだったんで、あれなんですけど。 んーどうなんだろう一応2012年4月に既更新工事は完了なんで、まあ、確かに120周年当時だと2009年になるんでそうですねそこで考えるとまあ確かにギリギリ更新未更新の方がいいのか床下的には。だから仮に更新工事の方がいいよって人は、まあ、今回のスかせんなしまに丸々全部ブーって15両買ってもらえば更新工事はできるんであれなんですけどって感じですかね。 うーんまあ、俺は未更新でいいか。まあ、そんな感じですかね。で、話しながら、まあ、とりあえず、えー、重量編成 F03 と15、えー、編成 F53 の、ちなみにさ、あー、特段があれか、スリーブこだわりよとかはないんだ。た多分あれですかね、あの、普通に1号車から8号車と、まあ、9号車から15号車って感じの、多分前より8両の、まあ、セット A と、後ろより7両のセット B になるんですかね。あれ、どうだったっけでも、210試験の時は違ったんですよね。あれ、210試験の時どうだったっけ 確か百十一件の時はあれか8の7だってたっけ覚えてねえや、ごめんなさい。一応今年発売しばっかりなんですけど、今年は去ないんだっけ忘れたまあそんな感じでかね。で、一応戦闘車のこちらも後退部の塗装と、車体のステネそスといったこなの素材、ま、ちょう再現しますよと。で、運用で転向された編成量数セミクロシンに対し、付属編成連結束も再現と。で、普通車のシートアイボリ。戦闘車11号車を除き、ヘッドレットレッて全面戦闘方向膜レストバンフェルスで、15車に関しショートしてくぞ。 この子たちでも当時そんなに重量編成単独ってなかったからですかねまあいいけど。<laughs> で中間連結フックアりを再現と。で1号車15号車はでんえ電力式の、まあ、ダミーカプラと。で101号車に関してはフックなしの。まああれなんでって感じですかね。そうなるとまあ無理やり手抜かしたいですね。足回りぶっ壊して。<laughs> 足回りぶっ壊してつてながるんですけど。で一応スロットル様とは総裁で、えー、13号車ですね。まあ付属編成の方に関してはいつもとグゴムなしと。あれそれさっきのスカ線って4両編成の方ってあれだっけゴムなし的てやったっけ いやそうですね特にこっちはゴムなしの機体なかったっすねまあいっかまあ気にしないまあどうせスカセン買わねえからどうでもいいやで一応 AI さんね付属編成のゴムなしとであとはええ奇跡付属であと横浜交通館開業120周年記念のとこ、えー、新橋神戸館ーと、まあ、全通120周年用に、えー、大雑把付きとまあそんな感じですかねだからまあ東海道線は買えまあそうっすねこれは買ってないんじゃないですかね あと、シャバンをきれいに消せるよって自信がある人は、まあ2か3ぐらい買ってもいいんじゃないですかね。ただ10万するよって話だけど。まあ俺、じゃトミックスの旧製品持っちゃってるんで、うん、あれは俺って気に入ってるんだよな正直言うとね。今でこそトミックスのあれもさ、まあいい値段するときはするけどさ、え、とりあえず、うん、これは買っといた方がいいんじゃない一番発売ってたっけとりあえず、発売が8月なんで、 8月はね、俺今のところ予算安いんですよ。トミックスの再生産の、えー、っとね、古希のみなんですよ。あ、俺コキいくら買ったっけうわぁ、俺、調子、あ、古希じゃねえよ。あれ、北斗星だ。あれ違ったっけちょっと待ってくださいね。うわあ、調子ぶっこいて再生産がっつあ、古希の再生産だけだ。2万4000円分。いや、まだいい、東海大戦だって5万でしょまあ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 、まあ、とりあえず、あと大倉大臣に土下座するわ。この動画撮り合った後は土下座するわ。一回土下座し予約するとして、まあそんな感じですかね。 で、あと、ま、東海道線の子に関しては、ま、どうせ、あの、過去発売中のひながそのまま乗ってるだけなんで、どうでもいいとしてと。で、自動車。まあ、今回3種類ぐらいラインナップのバンと。これ何バンって。今回何が出るっけ明らかにまさか東海道線が出ると思わなかったさ、俺出たと、デート飛ばしたんだよね。一発でパーポーンっつって。今回出るのがえ、コミュニティバスとデイサービスとジャンボタクシーと。あ、そう。まあ、勝手に出てくれ。<laughs> で、ポケットラインのちびロコに関しては これに関しても、まあ、メルヘンのなんか勝手に出てくれとしか言えねえよな。そうですね。まあ、本当に加藤のせいでこっちの頭の中がお花畑になりそうだなって感じですかね。そうですね、そんな感じですかね。だとサウンドカードはどうでもいいか、俺サウンドカード持ってないんで。そうですね、そんな感じですかね。まあ、とりあえず、そうですね。 まあ間違いなく一番人気は東海道線でいいんじゃないですかね。特急品っていうのもあって再生産かかりづらいだろうし。むしろ逆に言うと加藤の旧製品の東海道線ってあれいつだっけいやあれ相当昔だぞ。だってあれこそよこそだからいつだだって2008年でしょ今2 0だから16年ぐらい前か。えバカでしょ <laughs> 言い方悪いけどバカでしょちなみに加藤のいい1なんて東海道線が製品番号的にはえー、っと。 10567、えー、だ。3桁だからね。<laughs> 相当古いぞ、これ。10567か。いつなんだろう。ちょっと待ってくださいね。ね10567。えっ、ー、と、発売日が、えー、2009年の3月ですね。だから完全に江戸が必修したとこじゃねえよ。15年前だ。15年前。俺、まだ小学生だぜ。ん小学生か。 まあそうですね。とりあえず東海道線を1個買っといて、スカ線はとりあえずスルーして、みなとみらい線はそうですね、足パーツの値段によって、まあ1セット買うか、まあ先頭車両だけ交換するかでいいんじゃないですかね。ただ問題なのが、変に先頭車両と中間車だけ、まあ、なんつうの、色変えて、まあ塗装が下手に前回の旧製品とアッパラッパンになったら困るんだけどっていう感じはするんですよね。うーん。 そうっすね。まあ、最悪でもあれなんだよね。アイアル運転は撤去されてくれたら、アイアル運転はぶっ壊しちゃえばいいんですよね。<laughs> 恐ろしいことだけど、旧製品をニッパーでバキッて減っちゃっちゃえばいいんですよ。だから、個人的なことを言うと、まあ、旧製品のこれですね。先頭車の運転台部分の赤枠。まあ、これが再現されてないようだったら、なんかちょっと適当な赤いネタ買って再現するか。で、前面がもしね、リニューアルされれば、まあ、面だけ。いいからですけど、だから、どっちにしろか、先頭車の屋根欲しいんで、今回。 だからまあ先頭車だけ間違いなくアッシーで買わないと事実なんですね。二編成分。そうですね。だからあとでまあとりあえずアッシーパーツはどうせまだ出てないでしょう。加藤、これだけ遅いんですよね。いつも言い方ですけど。どこだっけコビーセンターかと。いや、早い。もう出てるわ。え、嘘でしょそんな早いキッいつも多分嘘で。尺は ?40 分か。 いや出てるわ早ちょっとだけ港見な見まな、あ、ょっとだけ見ましょうか出発一応これみなとみらのやつですねえー戦闘車なんてのが2300円かでデジタルミサンタの装備えー、ごめんなさいデジタサンテの装備でアイアランテナうわっ足元見られた <laughs> アイアランテラテックの中間車だけ2000円かってことはいくらだこれどうされるだろう内部資料だろうどうせあれここに珍しい中間機器にやまあ、とりあえず行きましょうかえー と,とりあえずね、えっ、ー、と、あとでどっちにしろ、あの、イモン行くときね、この書類持ってかないとめんくさいんで、あとで印刷はしよう。うん、だからそうっすね。あ、ちなみに今後あるなんだ。動力ユニットって、港由来線で掘り起こされてるんですね。光ると共通じゃないんだ。へえ、何が違うんだろう。まあ、それはどうでもいいや。一応そうっすね。まあ、とりあえず、ね、確実にやることは、えっ、ー、と、港由来線のボディ買い直すと、一応これね、定価で1割で、えー、計算しますと、 えーと2,000円が2つの、えー、2300円が4つでしょでえっ、ー、とあとどれ買おうかな一応買うとしたら一応旧製品用に行き先表示が、えー、500円が2つ、えー、ちょっと待ってくださいねいや一応念のため3つ買っとくか一応3つ買ってでシールも、うん、そうですねシールは念のためグリーンマックスの旧製品に使ってもいいように4つ買っときましょうか で、一応、お値段16,700円ですね。で、これに消費税1割ぶち込んで、で、1, あの1割売り上げがるんで、まあだ体たい16,600円ぐらいか。そうですね、16,600円だったら、まあセット買うより、まあそうですね、今回、アシーパーツでどうにかして、あ、ごめんなさい、クーラー忘れてた。えっ、ー、と、16,600円に、えっ、ー、と、カッコえっ、ー、と、クーラーが600円を、まあ4個ぐらいで足りるでしょ。えっ、ー、と、660円の4個と、ちょっと待ちくださいね。えー、ちょっと待ちくださいね。 えっと、税抜きで16,700円でしょ。16,700円に、600円を4個と、えー、いや、どうしようかな。4個で足りるかな。いや、6個買っとくか。念のため、クーラーはね、買っとこう、6個。で、6個買って、で、スカートも念のため、各5個か。じゃあ2つでいいや。スカートは2つ買って、で、アンテナとかハイ、はい、フォローはいらないじゃん。そうですね。こんなもんだよな。一応買おうとしたら、ええおじさんおね。えー、一応買おうとしたら、ボディーが、 えー、ボディ2の、えー、2の2でしょ、えー、中間ボディ2つ、先頭ボディが2つずつ、えー、っと、シール、全面行き先表示、えー、ホイほいほいという感じですかね。で、俺らが一応21,300円で、消費税ぶっ込んで、間違えた、ちょっと待ちくださいね。消費税ぶっ込みの、 えー、2割、1割引きで買えるのがら、2万1100円、まあ、?2 万1100円なんで、まあ、セット買うよりかはだいぶ安く、まあ、安上がりになるのにいいかなと思いますね。一応こんな感じ。えー、無なずですよね。えー、アイアン,アンテナテックの、えー、中間車プラス先頭車、えー、それぞれ、えー、渋谷いルとまたに中間へ。で、今回中間車もね、前回同様全車両が掘り起こしになってますんで,で、今回ね、ボディに関しては共通ございませんよと。で、床車に関しては特にそうですね、今回は値上がってはいないんで、まあ、旧製品の。 東京の一貫車がそのままですよと戻ったら今回ね戦闘車列はライトユニット付いた都合上が、まあ、ちょっとね1500円になってますね。ご注意くださいよとであとカプラに関してはえー、中間側のカプラですね中間のトレラ車クハ484が48かもしれないクハ48があ、えーえー、ったですねでドリクシのカプラが、えー、モハ100型で台車に関してはえー、東京の4107台車と、えー、ドリク台車ですね4307号車これだから4107と4307は光江になるのかもしかするとちょっと待ちくださいね光江のちょっと車番が分かんねーんだよなこれ えー、え加藤、ちょっとお待ちくださいね。光ええー、ごめんなさい。加藤の光へ車両は四千百十になってるんで、多分前回発売したあるっすね。スロットレスモーターの五千0 0系っすね。あ、そうっすね。あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、重量セットだ。重量セットの東急五千ええ五十系四千0 0万年の当時の特別作品それのえー、重量セットの車両が四千ええ三百七 これが確かに努力者になってますね。3号車。渋谷より。で、あと4 1 0 7の台車 TS1020 円も多分これですね。特起品の台車がそのまま焼き直しってかじ。そのままあの何回も使われてるって感じですね。で、一応今回新しくなった、えー、フルカラーのシールと全面一切表示。で、パンタグラフはそのね、えー、っと、初期の、まあ、特起品の等級同様と。で、ライトネットは雲早く1中間ジョイントかプラスプリング、トラクションタイヤ、えー、デコイジョンでメカプラと。中途線でね、アンテナは、まあ、今まで共通と。 で、あと、中間車のカップラウケですね。まあ、あの、だから、この中間カップラーの、ま、ふたぶっ壊しようなやつですね。こっちか。この辺で、ね、カップラーセットもふたぶっ壊しようですね。で、今回、クーラーがね、え、この、えっ、ー、と、三つ、えー、ごめんなさい、日立製かなどっちか忘れたけど、まあ、この新しいクーラーが、まあ、焼き直しされてますよと。まあ、焼き直しされてますよと。まあ、焼き直しされてますんで、まあ、おすすめですよとかですかね。で、スカートと、ま、東京電鉄の、ま、戦闘車の、えー、アンテナと、まあ、ホロと、ま、ライトンティ充電所ですよと。で、米印1の事情は、デゴ1でも行ってます。どれ米印 1? どれのことだ 特ここに米印の記載ないんすけどね。どれだろう。まあいいや。多分これですかね。デゴイチのダミーカプラーが多分あっちの受注と一緒なんですかね。まあでも別にダミーカプラーかはしてないんでね。特に関係ないんすけどって感じですかね。で、あとね、まあ一応形式と、まあ、ボディというかした台車。で、パンタグラフかな。141571F。そうですね。え、パンタグラフですね。組み合わせるとまあこんな感じですよっていう感じですかね。まあ今回俺はね、ボディしか買い直しませんので、まあその辺はね、楽かなっていう感じですかね。一応こちら、え港村線の始発になります。で、続いてが。 まあ、スカンと東海道線もじゃあ出してみましょうか。まあ、どうせスカンと東海道線はね、出たとしても、どうせあれなんですよね。<laughs> あの、言い方ですけど、まあ、多分スカ線の方がボディと、まあ、東海道線の方が、まあ、共通の足回りまあ、カプラーぐらいですかね。一応こちら、えー、そうですね、スカ線の方は、えー、<laughs> そうですね。 まあで,かで、東海道線東京図、あー、ビンゴですね、こちら。えー、米印初案の需要に今回、生産から価格の品番変更いたします。内容に変更ございません。誰のことあ、床下か。今回ちょっと、グリーン車の床下セットのみ値上げになってますね。まあ、でも、中間車の床下に関しては、室内食はね、今回、アイボリーで新しくなってますんで、まあ、その辺は、まあ、掘り起こしになってますね。まあ、だいぶ品番ちょっとあれですけど。 では、そうですね、東海道線特別客品なんで、足一発、星部品及び共通部品のみの設定ですね。まあ、ボディとか、売ってませんのでね、まるまるセットで買い替えてくださいよって感じですかね。というわけで、え横須賀線のボディですね。横須賀線のボディ、クハはね、それぞれ4台プラス、まあ、サロンもそれぞれ。で、モハイニットは、まあ、一部ちょっと焼かれてますけど、まあ、だいぶ焼きの、まあ、あるかね、いかれ役が多いですよと。で、こんな感じですかね。え横須賀線の方、付属編成の方のモハイニットですね。まあ、2000番台の方。 これに関しては、えー、基本セットの方の、まあ、2号車3号車、えー、増欠数ね、増欠2号車3号車に関しては、基本セットもの、まあ、2号車3号車になりますので、まあ、ちょっとインレタで、まあ、どうにか、ね、修正してくださいよっていう感じになっちゃってますよと。であと、えー、基本セットの左派ですね、えー。これに関しては、えー、と7号車の左派ですね、えー。2000番台。まあ、これ一応ね、6号車の左派と共通と。であと、えー、9号車のモハパンタ車。これに関しては、2000番台の4号36と、まあ、共通と。 シャバンが違うだけって感じですかね。で、サハに関しても、まあそうですね。えー、焼きの芯ってなってますよと。モハユニットが、えー、丸々二セット、あ、1セットプラス。まあ単品のパンタシャ1個と。で、サハが2台。まあボディ共通ですよって感じですかね。で、あと、床下に関しては。えー、そうですね。床下に関しては、まあ一応ドルキュニと、まあ今回スロットンスとサイよプラス、まあクハの床下。えー、床下が、まあクハは、えー、そうですね、4台か。まああの、ダミンカバランの都合上とかですかね。4台プラス。で、サハに関しても0万台、2000万台。 デモハイニットに関してもまあこんな感じで組み合わせと。あとは、えー、トレーラー車の、えー、カップラーと、まぁ努力者用のカップラーと。で、全面カップラーに関しては、まあ今回、あれですね、電源別売りなんで、まぁ、あ、E353 と。で、横断っ放しの、えっ、ー、と、なんだっけ、サロンの、まあ、台車に関しては、まあ前回発売した、確か、いつだっけまあつい最近かな ?E231 系の,あの1000万台の、まあ更新車発売したんですけど、まあそれの時の台車ですよと。 で、えー、それ以外の台車に関しては、ま、200級系の500万台、えー、ハとモハえー、こちら、ま、総武線のやつが、そのまま、まあ、駅の押しですよと。逆に言うとね、200級系の、ま、旧製品のセットに台車欲しい人 <laughs>、ま、この機会にちょっと買い直しができるんで <laughs>、まあ、ありがたいかなっていう感じですかね。で、一応こっちには記載ありましたね。ごめんなさい。動力台車ですね。えっ、ー、と、基本セットの方は動力台車、トラクション台好き、えー付、あの付属編成の方、トラクション台やっぱりなしでしたね。記載がないんでおかしいなと思ってたんですけど、やっぱり案の定ですね。えー、ちなみに動力台車は、えー、付属編成の方が、 えー、そうですね、4536QD1 と、えー、45366ZD1 なんで、そうですね、えー、トラクションダイヤありと、えー、アリの基本セットとトラクションタイヤ同じの補足演出ですね。で、今回、木崎女子ル新たに、えー、新しくなってますよと。で、パンタグラフ、えー、ライトユニット、中間ジョイント、カプラースプリング、トラクションダイヤ。で、戦闘車のカプラを受け、中間車のカプラを受け。で、えー、屋根状機器、えー、クーラーと、まあ、ダミカプラ。で、スイッチバンとスカート。 え電、ー、連と、まあ、ラジャンってな、えー、ダミーカプラーと、まあ、ホロライトシェンディションって感じゃないですかね。まあ、今回どうしましょうかね、横須賀線ちなみに15両全部ボディ買い替えるとなると、まあ、偉い金額になりますんで、まあ、特に車番変更もしなきゃいけないんで、だったらね、セットごと買っちゃった方がいいよっていう感じもするんで、まあ、これはね、売れ残ってたら、そうですね、まあ、金貯めてちょっと買いたいかなとは思いますけど、そうですね、予約してまで、うん、まあ、そうですね、予約して、瞬殺するにかけるよっていうのは、 正直、ささかちょっとギャンブルかなと思うんで、まあ正直なんだろう、まあ、売れ残んなかったら売れ残んだってごめんなさいなんですけど、まあ、多分売れ残ると思うんですよね。どうでしょうね。ちょっとわかりませんけど。で、一応ね、こちら、えー、こちらになります。トーカルセですね。えっ、ー、と、トーカルセロにしてはね、えっ、ー、と、まあ、モハイニットが今回ね、えー、更新者じゃなくて未更新車の都合じゃね。まあ、あの、床下が、あの、設定番号ございませんけど、まあ一応、更新者にね、したいよって人、まあ、だからその末期の、あの最後まで残った F0353 にしたいよって人まで、ね、まあ、こっちの、まあ、床下。 一応この床下自体はね、左、え、派、ー、のやつはこれ丸々共通なんで、それ以外のね、まあ、例えばクハとか、モハの床下だけ、まあ、丸々買い揃えてもらえればいいのかなって感じですかね。まあ、その場合だとね、動力ニっても買い替えなきゃいけなくなっちゃうんでね、結構お値段張りますよ。<laughs> それだけやってみましょうか。ちなみになんだけど、床下これさ、動力者だよな。4536AB ってこれどれ ?4536 の AB。あ、一応そうか、動力措置になってんのか。なるほどね。だから動力措置になってますんで、えらい金額飛びますんでね、その辺に関してはまあ一��ご注意くださいよと。 そうですねあとはそんな感じかな。で、今回、一応ね、サロンに関してはね、あの、溶断パが、えー、撤去、まあ、あの、されてる、なんだっけ、溶断パがあるやつになっちゃうんで、まあ、その辺もね、まあ、溶断パがないやつにしたいよとかね、まあ、その辺は、あ、予断パでもいつごろ撤去するか分かりませんけど、まあ、その辺もね、お好みでちょっとね、まあ、ご自身の、まあ、好きな時代にしといてくださいよって感じですかね。で、もしね、仮にね、11号車にライトユニット入れたいよって人、まあ、一応、オンスイッチも込みで、買わなきゃいけなくなると思いますけど、 そうですね一応まあライトユニット優秀とまあ一応これですね、えー、どこだっけスイッチ版とまああのーえー、ライトユニットまあ600円まあ結構このクモハ101のねライトユニット自体は結構いろんなタイミングで出るんでまあ特にフライホイールの車両全般が結構このライトユニットだよってこと多いんでまあそう簡単にね売り切れることもないしまあ逆に言うとねある程度そのいろんなタイミングでまあ再生産はされることは多いんでだからそうですねまあ急いで買うこともないと思いますしまあ大丈夫だと思いますよ ちなみに品番がのンジーかちょっと待ちくださいね多分ねいいんだったらね常に在庫あるとは思うんですけどどうだろうなさすがにどうだろうねまあ何十個なまあ何百個と在庫はないと思うけど少なくとも全店舗に1個ぐらいは在庫あると思うんですけど 4595あ,あ、そうですね。あ,あ、ごめんなさい。横浜しか在庫ねえや。なので、まあ一応、まあそうです。横浜しか在庫ないんで、今さらい行ってみてしいって人は、もう予約してもいいし、まあこの東海線の時の予約で、まあだから、いいかげですけど、スカ線の、あの、ユースとかまとめて買うって人は、まあその時に、まあ別にセットと一緒に、まあシーパーツも予約しけばいいと思いますんでね。まあそれでもいいと思いますよ。まあ、俺はそんな感じですかね。一応こちら、えー、横須賀線と東海道線のーパーツになりますと。で、次が あとはあ SL とか、あれになるんですかね。まあよくてスーパー黒書ぐらいか。うーん。そうですね。港村来線出したし。まあスーパー黒書は出しましょうか。ちょっと待ってください。こっちはねえんだよな。ちょっと待ってくださいね。こっちに出てるってことはさ、もしかしても裏の方に出てんのかなアシーパーツのデータ。なんか珍しくて、角と早いですね。だからそ,、まあ、その分製品発表もまあ遅かったんで、まあちょっと早くて当たり前、まあ当たり前ったら申し訳ないですけど。えー、っと、足シーパーツがこちら。 前言撤回こっち出てねえじゃねえかよ <laughs> 褒めて損したえー、っとスーパークロシオこっちだっけあこれですねスーパークロシオ、えー、スーパークロシオの足パーツこっちかはいこちらですね、えー、スーパークロシオの方一応今回は、えー、全部のボディでもあれかおそらくなたモハイネットが一部共通かなと思いますけど そうですね一応1号車から6号車のうちまずそうですね4号車5号車こちのモハイニットありますんで、まあ、そのまま2号車3号車のモハイニットと共通とでそのうち8号車ですね8号車のモハイニットもまあこれに関しては一応まあそうですね、えー、共通となってますよとなのでボディ的には全部で、えーくえー、と黒は9クはモハイニットがホイランで合計6個がボディは多分そんな感じですかね 1,2,3,4,5。1> 1, 2, 3, 4, そうですね。6台のボディがありますよと。あ、なるほど。関数論の塞ぎ板がついてるからですね。501番のみ。まあ、あれになってますよと。で、今回、ソロットソンサイオプラス、メう一のしょに関しては、えー、今回、スーパークロシュー、まあ、新しくなってますよと。で、あと、変換マークとかもろもろついて、えー、まあ、それぞれ、クハの、えー、500番台、100番台よと。で、黒のやつもありますよと。で、全面カップラーに関しては、えー、ヤクモのやつ、まあ、共通で、えー、そうですね。カッパラーセットとかも、まあ、ヤクモのやつ、まあ、9000円共用と。 で、クーハと、えー、クーハともえー、こちらもね、あ、あるか,あか、まあ、確かクーハか。クーハの台車がね、全部の床下につきますんでね。こんな感じ。4850と。で、動力台車のみね、まあ、4851の方の台車つきますよと。で、今回、トリムマーク、スーパークロシオ、クロシオ、ハンワライナー。これがね、えー、クーハ381と。で、あと黒、黒、えー、の相性版も、まあ、細長いやつですね。一応そちらもつきますんで。まあ、仮にね、えー、旧製品の車両に、まあ、スーパークロシオ、もしくはハンワライナーとか、まあ、ちょっと l ギ d 表記はね、当時とこの、まあ、だからそのデビュー当時の、 まあ、スーパークロショと、まあ、あの水色のスーパークロショちょっと違うかもしれませんけど、まあ、お好みでっていう感じですかね。ただ、一応、そうですね、クハ381の方に関しては、まあ、あの、クロショトレイン、まあ、こちら、えー、過去のやつと9000共通になってますんで,で、もしかするとね、まあ、何かがちょっと黒3 8での方に違うかもしれませんので、まあ、ちょっとご注意くださいとは思いますね。で、今回、スーパークロショまあ、新たに奇跡シール新しくなってますよと。で、パンタグラフライトユニット、もう、だほんとライトユニット好きですね、この雲早く一応。 で、えー、中間用の、ええー、ごめんなさい。こっちがクハ38でね。で、クロ38のやつはセーブの熱使いますんで、えー、1号車と、まあ6号車、えー、9号車、それぞれ、えー、ご注意くださいと。で、中間用とかプラス分ンのトラクションタイヤ開き、えー、クハ 381PC の、えー、ホイすルと。で、これがクハ384。で、特急幕もクハ384。で、中間車がプラウケ全車。スノープローがクハ381の100番台。で、スイッチのみ500台と。で、えー、中間連結のホールスね。まぁ、あ、ドアスキこっちで全車と。 で、スカートに関してはヤクもと共通で、スーパークロッシュのスカート、こちらもなんか過去のやつと共通と。で、ダミーカプラとジャンパスにつき、ダミーカプラ共通。で、貫通ーム先場に関しては前回のスーパークロッシュのやつとそのまま共通ですよと。まあ、白いボディなんでそうですね。で、相性版のガラス黒いジゴム、ク、まあ、クハ38以上。で、381系ベンジレーター。え、こちら、従来のソハ43ベンジレーター設定の人が381系と使用した製品は整形色違いのため、今回生産部より品番を受けることでなりました。既存の381系と同一部品ですと。ただソハ、ソハ43系に使用している部品に対して明るい灰色となりますと。 うん、なるほどね。だから、ま、381K 用としては、まあ、今回、ええー、まあ、問題ございませんよって感じですかね。まあ、そういうことだとは思いますけどね。まあ、でも今回分けてくれたんで、うん、ありがたいかなっていう感じはしますね。で、ええー、そんな感じで。えー、では最後、ライト一周でしょうか。一応こちらね、まあ38系よ、381K と。あと、おすすめ足が出てましたね。おすすめ足なんだろう。ま、戦闘車の一郎だけ、まあ、国鉄色と混血したりっていう感じの記載はありましたけど。 まあ、こんな感じですかね。まあ、携帯のクロスシ黒潮との根結人生の再現。まあ、黒潮ボディ、黒潮化してると、まあク38、クワ38うん。まあ、そんな感じですかね。まあ、確かに国鉄色一応だけいるっていうのも面白いですよね。まあ、ヤクなんかはね、本当に面白いんで。うん、そうですね。ヤクの方が面白い感じがしますね。個人的には。一応、じゃあ381けど。 であとはまあまあ補給とまあ SL とかの補給もちょっとまあ一緒に出してみましょうかついでにまあう尺点ごめんなさい先ちょっとアメリカ出しちゃったちょっと待ってくさいなこのサイトねくるくる回転しながら出るからさうざいぐらいバグるんですよねこれはそろそろやめてほしい結構うぜえ <laughs> 言い方悪いけどえー、っとこっちかで一応最後あれですね多分デゴイチと席はねまあボディーとかライトユニットとかまあその辺のド努力人とか一部出るぐらいしかないと思うんで えっと、一応デコイチ行きましょうか。一応こちらですね。今回だったらデコイチのボディ新しくなってますね。えー、デコイチのボディとギースル式のボディ。まあ、それぞれただ、テンダーはね、あのー、共通になってますんで、ご注意くださいと。で、今回、ドルグリーロッドと落ち着いた質感に変更されてますんで、っていう感じですかね。で、先代車と、えー、重台車も、まあ、なんか新しくス、スポーツ、スポになったらそこですかね。新しくなってますよと。ただ、まあ、テンダー台車に関してとナンバープレートに関しては、まあ、旧製品同様なんで、そうですね。事実上、まあ、だから、 今回はそうです、ね、落ち着いた質感に変更されたのがあれぐらいなんですかね詳しくはちょっとわかりませんけどで。あとはカプラスプリングと5 8のカプラと、まあ、シースナックル、えー、クランクピン20本位、C60 の安全面とトラクション単位や、そしてデコイチを置く変え方のイントと、まあ、ギースルシネインまあそれぞれ違いますよと。C50 の1型の汽笛ダミカプラ開放的、スノープロドローバー、あとジュレ年カプラ、スノープロ付き、えー、ナックルカプラの P、えー、付きと。コ、え、メ、ー、印、転、え、弾、ー、に関しては、えー、今回値段が値、ね、上がってますよと。 で今回新たに破損対応、改造加工で使える下けな出発を続かせていただきました。いずれも以前の製品にも使えておりますので、えー、ご利用ください。えー、ヘッドライト。えー、これですかね。Z02L1761、l 1 7 6 1 l 1 7 6 1どこだあ、これか。一番最後の北海道、えー、ヘッドライト LP403。こちらは成型色の違い、えー、光沢をつかせた黒いですと。で回転式、火の子供表現付きの部品。えー、品番2016のデコイジュの1、標準型、標準仕様の東海、えー、東北仕様の製品をも使えてますと。と で、各標準型の付けいの、ね、差し込み位置にあるヘッドライトのショートスイッチの向きにご注意ください。で、デゴ位置のうち1時型を除く各所にも使用可能ですが、ツヤなどが異なります。で、ギースルーの煙突。破損対策のほうが改造用にどうぞ。で、改造のゴールの際は自己責任でお願いしますよ。という感じですかね。まあ、左が、えーまあ、この回転式のキノコと見つけの煙突。で、右がギースルー式のまあこの大気煙突という感じですかね。だから、まあ、旧製品持ってる人でこの煙突がちょっと壊しちゃったよって人は、そうですね、今回この煙突出るんで、 特に、まあ、加のね、SL に、まあ、SL だけでもなく、使える感じなんですかね。まあ、改造でこれになさい。ちょっと自己責任で書いてありますけど。まあ、そういう感じにはなるんですかね。うん、これは結構でもありがたいですね。まあ、発売してくれるんで、そうですね。まあ、この機会にっていう感じですかね。一応こちらですね。Z02 の1911と1932っていう感じでございますと。はい。で、ええー、席に関してはおそらく台車ぐらいですかね。一応、咳さんですね、えー、台車アンドカプラとカプラスプリング中心ピンとブレーキアンドル。あと、積み輪の石炭も発売されるんですね。 石、えー、3000と石6000が石炭を計算するとで宣言するパーツです。本パーツを搭載しない給水に対して無加工で搭載可能です。うん、なるほどね。だ、給水品の石3000とか持ってる人はね、まあ、石炭パーツは買えば使えますんで、この機会にえお買い求めくださいって言うですかね。まあでも、特にリニューアル、旧製品っていう感じじゃないんでね。まあ一応その点はご注意くださいっていう感じの石、まあ、3000のえーパーあー車両でございます。で、最後が、要3500か。 一応、用産全額。えー、こちら、ボディとかはなくて、えー、ライトユニットと、ハンドカッパラと、室内と拡散番で、スエナルジャジュリつ、えー、カッパラーポケット、まあ、二軸化してと。あと、用語線のブレーキキハンドル、用語線クロン、まあ、ダミーカッパラのみに <laughs> なりますよと。まあ、なのでね、あの、本体ごととかのね、やつ欲しい人はね、まあ、そのままセット買ってくださいと。まあ、確かにそっちの方が安いですからね。<laughs> ま、単品で買ってくださいっていう感じの。まあ、そうですね。えー、用を含む、まあ、席とか、D51 と。そして、問題は、アメリカの車両が1本出てますよと。 まあ、ミルキーォードと。なんかミルキーォード出るの久々っすねえ。今回はミルキーロードのおオリンピアンなんとか。えー、ごめんなさい、詳しくわかんないんだけど。じゃこちらのみか。こちらっすね。え今回でのが FP7A プラス F7B ミルウォーキーロードオリンピアンハイアワッサーえ。最も有名な大陸を試してと。 FP7 は貨物県、えー、んん用 F7A の車体を4フィート約1.2メートル延長して、上気発生器用の水タンクの透析方向を設消された機関車と。旅客県用スカートや体幹用ハッチおよび暖房設備を装備し、短期でもまあ旅客県員できますと。B ユニットはえ元来水タンクを統制する必があったため FP7 は A ユニットに設計されましたと。そういう感じなんだ。 で、えぇ、ー、ハイアースタ、1950年代アメリカ作者は最も有名な大陸航大列車の一つがミルウォーキーロードの、まあ、この列車と。全米で初めて導入されたスーパードームカーや編成最後に出れてた、えー、スカイトプラウンジカーは客車の後部をマドルを追いつくすようなユニークな外観で他の世界車の、まあ、類を見ない特徴的な車両ですよ。で、晩年はオレンジ色と赤いのとそれからユニオンパシフィック色に当選されました。で、こちらですね。まあこれがだからその、えー、晩年の、まああの、オレンジ色と赤色のの車両って感じですかね。で、こちら、えー、ユニオンパシフィック色も今回登場ると懐かしい黄色って感じなんだ。 ユニオンパシフィック鉄道はシカゴンドノーストンウェイスをびサザンパシフィック鉄道と提携して、えー、豪華な長距列車のシティストリームライナー、えー、を1889年から行しましたがシカゴ民のシカゴンドノース,ターメストンウェスは線路上か回あることを理由に、えー、1952ミルキーウォーキーロードと、えー、計画するシカゴハム間の共同公開しその際にシティストリームを使用してた、えー、オレンジ色高い塗装から、まあ、こちらのユニオンパシフィックの黄色になりましたと。と、えー、うそそなんだでその後ユニオンパシフィック 色のなるほどねだからこれ一時期の色なんだこの黄色ザ・ミルボー・キーロードかっこいいですねこれ <laughs> このロゴオレンジの方も多分ロゴあると思うんですけど俺でも黄色の方が好きだなやっぱりで今回、えー、96A の水タンクが新しくついたやつプラス 96B96C の、えー、3両の機関車やつとか、えー、1950年降にユニオンパシックに抜かれたミルボー・キーロードの FP7AF7B オリンピアハイアワソーセインか 前回品の加藤から飛ばした、えー、あれと比べて、えー、塗り替え買った時に両方の塗装が、のしてはフェイクを再現すると。で、1950年の日本橋港に載せた FP7A 等が1000加。シャバンでことたら番号フォントも再現。で、FP7A はヘッドライトが2等。えー、ちなみに FP7A の方が 96A プラス F7B。なんかわかんないけど、ごめんなさいね、今メーわかんなくて。 一応多分ね、あのー、販売店に言えば多分これのデータあると思います、ね。ちょっと販売店で確認してください。気になやつは。で、一応 FP7A がヘッドライトが2と、旅客券スカート装備、体幹蜂装備、ダイナミックブレーキなしで SG 付きの姿。で、えー、水タンクは追加線調された車体が特徴。えそして、えー、F7B はダイ,ナダイナミックブレーキなし SG 付きの姿。で、2両セットは化粧箱、単品はクリアケース。 まあロマン状態、ロマン状態、UP 状態。たぶん、これが 96C っていうのが単品ですかね。で、これが96プラス F7B。で、これが 96B のま2両セット。プラス単品って感じですかね。なんで、機関車3でまらもしいよと言ったら2両セットプラス、まあ、単品買ってくれるセットなですかね。で、客車の方は給料一撃で出ますよと。お化粧ぼくりなんだ。だから、懐かしいあ w ビ g o とかのやつと同じやつですね。で加藤が発売した全開製品で異なる車体を採用。スカイト、あ、ごめんなさい、異なる車番を採用と。 スカイトプラウンジカはスーパードームカーはじめ、えー、各窓、車体と段差の、ね、フラットな形態を再現スーパードームカーの、えー、平滑で内部を見,、えー、見通せるクリアな曲線窓を再現テイライトという面両側面のマーカーは赤いのにテントとで付属品は開放ピンと、えー、開放ピンってことは多分あるかね、えー、とカモメナックルみたいなやつが、えー、標準装備なのかなと思いますであと直線線路9本、えー、と車止めまたは天井とかじですかねで給料入りの,あのウィーゴ同様の紙箱入りと で、一応お値段的には、えー、機関車2両で、えー、税抜き3万6千円、えー。機関車単品で1万8 0円と、まあ、客車給料で4万8 0円。だいぶお高いアメリカ車両と。<laughs> えー、でもかっこいいから欲しいね。じゃ発売通これ。詳しくわかんないのかな発売までは。あ、一応12月か。<laughs> 完全にクリスマスプレゼントにね、いかがでしょうかっていう感じの。まあ、加藤 u s 製品という感じですかね。まあ、加藤のね、この u s 製品でね、相変わらずのこのね、いかつい紙箱。 あの、ウィーゴとかね、ほんと昔集めてたあの、会社のやつ、ウィーゴとか、そっち系のね、やつをあの同じ、あ、ウィーゴじゃなくてください。デュプレックスか。デュプレックスと同じあの、神箱のイカンのいかつい発泡ショールの、あの、やつに入ってるやつなんですけど、結構ほんとかっこいいんですよね。俺結構好きなんですけど。そうですね。でも、さすがにでも、客車給料セットで48プラス、機関車5万4千円。まあ、はっきり言っちゃうけど、定価で全部買ったら10万2千円ですからね。そゃいかつい値段だなっていう感じがしますね。さすがに10万2千円のプラス税込みっていうのはね、 まあ、HO ゲージに比べたら安いですけど、まあ、どうなるかなっていう感じがしますね。一応、今回、アメリカ製品はね、えー、この、まあ、オリンピアンハイアワッサー、<laughs> わかんないけど、のみに、ね、発売されあの、発売というか告知されてますんでね。まあ、興味がある人はね、一応、販売店ていうのか、まあ、ご確認くださいよっていう感じですかね。そうですね、ハイアワッサーやってますね。<laughs> なんかね、自信がなくなっちゃうんだよね、たまに。あ一応、こんな感じですね。ホビーセンター,カーと東京が、えー、全国のホビーセンター,カーと取扱い、えー、販売店ンターまで予約すると。一応、ね、だからイモンに言えばね、多分ん、イモンとかもね、扱われると思うんだよな。どうだろう どうかなまだデータ的に入ってるか分かんないけど、えー、とメーカー分類別で出るかな一応加藤のね USA 枠入っ,入ってるんでイモンはもしかするとね USA の中に入ってるかもしれないアメリカ型犬ゲージどうだろうなこれはなんだニューって書いてあって在庫があるから多分新しいやつだと思うんですけどこれはそうかあるか普通のやつどうしてですかそうですねここねたまにね予約受付中のやつね予約受付中っていうふうに記載が出るんだけどまだねえな 多分ね、今に言えば予約はしてくれると思うんだけど、どうだろうな。一応、でもね、品番見る限りはね、えー、っと、まあ、これ、アメリカ型って書いてありますし、どうだろうな。いまいち俺も分かんねえんだけど、分からん。<laughs> ごめんなさいね。今言っちゃょっと自信なくて。あ、でも一応ね、こうあ例えば今回の,あの外資のやつもあるんですけど、こういうね、アメリカの対応品番のやつも、まあ、在庫さえあれば、多分販売はできると思うんで。 ちなみにポイント1割キャッ,シュバック。あっか。たあ定価に対しての生割引かはちょっとごめんなさい。俺もわかんないんで、申し訳ないんですけど。発売2010年、それは古いな。<laughs> それは売り切れるわ。どうだろうな。さすがにこっちにデータあんのかな。加藤ペコ。あ,あ、これなんかスモーリングランドか。スモーリングランドワイドビューも発売されてるしな。211K。いい 一応今ね、まだ加藤のここ見る限りは今のサイト見る限りはまだ今回の加藤のね東海道線とか予約は入ってないんですけどただちょっと商品欄の方見るとね予約が入ってることになってるんであれなんだよなまあちょっとその辺はねちょっとあのテントの方でご確認くださいっていう感じにはなりますねご注意くださいそうですねやっぱり USA とかアメリカ製品そんなにねえな でもね、一応ねあの、チラッとね、今で俺、いつも足パーツが予クするときにあのチラッとデータ見るんですけど、意外とね、このね、その海外製品のやつもね、この足パーツの,あの分厚いサッシに載ってるんですよね。だ多分ね、いけなくはないとは思うんですけど、どうだろうな。うん。そうっすね。まあ、どういう感じかは見つですけど。 まあそんな感じですかね <laughs>。まあ一応ね、本当に欲しいとはね、ご確認ください。まあ俺さすがにちょっとね、買えない値段なんでね。そうですね。クリスマスプレゼントでもさすがにね、ちょっといかれてる値段なんでね。かっこいいと思いますけどね。確かにね、俺黄色なんか好きなんですよね。まあそんな感じですかね。あとは特段、そうですね。今回も早くマッシ足パーツ出てくれたんで、そうですね。あの、やる必要ないんで。まあ,あとはね、プリンター用意して、まあ用紙コピーしてから、まあ欲しいパーツの,の数だけまたメモして、まあ今持ってって、 で、そのままね、まあ今の、また店の方で、まあコピーしたのか、まあ俺の方で別にコピー2枚見させてもいいですけどね、まず用紙まあ、あ、インクあったってのは覚えてねえ <laughs> ぐらいなんで。そうですね、そんな感じかなと思います。一応ね、欲しいのがあるんですよね。まあホームページの方ちょっとご確認くださいっていう感じですかね。はい、そんな感じかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしますしょう。ありがとうございました。